今日実施された防衛省の入省式では規模を縮小して行われたほか、東京都は入都式の開催を中止しました。防衛省では新入職員五百二十五人のうち四十三人のみが出席する異例の入省式となりました。新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため動画配信という形で入省する皆さんに対し。 訓示を行います。河野防衛大臣は訓示で自衛隊の活動範囲の広がりを踏まえ、自分に与えられた仕事以外にも視野を広げ自己研鑽してほしいと語りました。また式典自体が中止された東京都では小池知事のメッセージが町内放送や YouTube で流され新入職員およそ1,600人に伝えられました。